こんにちは。日本ワイパーオブザイヤーの若森隆と申します。2022年の日本ワイパーオブザイヤーを発表します。日本ワイパーオブザイヤーは昨年11月から今年10月までの1年間に日本で発売された新型車両のうち年間販売台数が5000台以上の車を先行対象としています。多くの人が買うことのできる普通の車に良いワイパーがついてこそ称えるに値すると考えるからです。この条件で絞り込むと今年は13台の車が対象となります。こちらがその13台です。ノアとボクシー、ステップワゴン、そしてシエンタと日本を代表するミニバンが相次いでモデルチェンジしましたし、バッテリー EV は2台、ハイブリッド車は7台もあり、多様な電動化の時代を象徴しています。ワイパーは日本では道路運送車両法および国土交通省令、いわゆる保安基準で装着を義務付けられた装置です。正式な名称を窓拭き機と言います。拭き残しについても最低限守るべき基準が示されていて、運転者の座る位置と目線に合わせて決められた赤い枠と黄色い枠の領域の拭き取り率が定められています。一般的には黄色い枠の助手席の前の上側を拭き取るのが難しくなります。ワイパーは扇形に動くので、どうしても隅までは届かないのです。一般のお客さんが拭き残しが大きいなと思ったとしても、型式認定を受けた市販車両であれば後期にはもちろん適合しています。しかし考えてみると、ワイパーを動かすときとは、悪天候だったり窓が汚れたりして見通せなくなっているとき、危険性の高い状態です。ですから、必要最低限の拭き取りを規定した放棄のみならず、より広い面積を拭き取り、正常な状態に近づけてほしいものです。日本ワイパーオブザイヤーには、4つの評価項目と基準があります。A ピラーの拭き残し、運転席前の扇形の拭き残し、助手席前の三角形の拭き残しの3つと、ワイパーを使っていないときにワイパーを見えない位置へ隠してあるかを加えた全4項目です。これら4つの評価項目はカタログなどには載っていませんので、私が自分で1台1台地道に測っていきます。ではその結果を見てまいりましょう。一つ目は、運転席前の A ピラーの拭き残しです。A ピラーに拭き残しがあると、まるで A ピラーが太くなってしまったかのように視界を遮ります。運転者の視界を遮る危険性の高い拭き残しなので、合格とする基準は3センチメートル以下としました。私が測った526台で 20% しか合格しないので、厳しめの基準と言えますが、ここまでは求めたい水準です。2022年の先行対象の13台では、残念ながら A ピラーの拭き残しが3センチメートル以下に収まった車はありませんでした。2つ目は、運転席前の扇形の拭き残しです。運転者の正面にあり、しかも運転者が運転中に多く見ている下側に拭き残しが出ます。気になりやすい位置です。一方で、ワイパーによって拭かれて見通せる領域が近くにあり、視界全体としては補えます。気にはなるものの、危険性は低いとも言えるので、合格とする基準は5センチメートル以下としました。A ピラーが3センチメートルなのに比べて緩めの数値ではありますが、23% しか合格しないので、
これも厳しめの基準と言えます。2022年の選考対象の13台では3台が合格しました。特にトヨタのクラウンクロスオーバーは運転席前の扇形の吹き残しがありません。非常に素晴らしいです。3つ目は助手席前の三角形の吹き残しです。運転席側と助手席側のワイパーの間にできる吹き残しです。運転者の正面ではないので、広い道路をまっすぐ前へ走っているときには気になりませんが、狭い道や駐車場で幅寄せをする際に見る方向です。邪魔ではありますが、ゆっくりと注意深く走っているときなので、危険性は比較的に低いとも言えます。一方で、ワイパーの配置を工夫することで、吹き残しをゼロにした車両も数多くあります。そこで合格とする基準値は 1cm 以下としました。私が測った535台の中で 33% が 1cm 以下を達成し、さらに163台はゼロを達成しています。十分に達成可能な基準だと考えています。2022年の選考対象の13台では3台が合格しました。そして4つ目は、ワイパーを使っていないときにワイパーを見えない位置へ隠してあるかです。ワイパーを使っているときに運転者の視界に入り込むのはやむを得ないとしても、しかし考えてみると、一般的な車が走っている時間のうちのほとんどはワイパーを使っていません。その間ずっとワイパーが視界の邪魔をしてしまうのは良くないと考えられます。そこで合格とする基準は運転者の視界からワイパーが完全に見えない位置にあることとしました。ご覧のようにワイパーの一部でも見えているのは NG とします。厳しく思える判定基準ですが、それでも私が測った548台の中で 29% はワイパーを見えない位置へ格納できているので、十分に達成可能だと考えています。2022年の選考対象の13台では4台が合格しました。これで4つの評価項目の結果が出揃いました。総合した点数を見てみましょう。日本ワイパーオブザイヤーの基準が厳しいこともあり、合格車両が出ない年もありますが、今年はご覧の通り、たった1台だけとはいえ、合格した車両がありました。それはトヨタのクラウンクロスオーバーです。おめでとうございます。日本では2022年9月に発売された16世代目のクラウンクロスオーバーは極めて大胆なコンセプト変更で話題となりましたが、ワイパーに関してはクラウンの伝統であるコンシールドワイパーを守り、しかも吹き残しの小ささにこだわった一品です。ではその美しいワイパーをじっくりとご覧ください。クラウンクロスオーバーはトヨタのプラットフォームのうち2017年のカムリで登場した TNGA-K が採用された車です。 TNGA-K はトヨタの D カテゴリー、E カテゴリーの車に広く採用されています。あまり知られていないことですが、 TNGA-K の車は
ワイパーの吹き残しが小さいという特徴があります。特に運転席前の扇形の吹き残しが小さいのが特徴で、今年受賞したクラウンクロスオーバーだけでなく、2020年に発売したハリアーでも運転席前の扇形の吹き残しはありません。私が526台の吹き残しを測ってみたところ、自動車メーカーによってワイパーの吹き残しのどこを重視しているかに傾向が見られることが分かってきました。例えばスバルは A ピラーの吹き残しを小さくする一方で、運転席前の扇形の吹き残しは大きめです。またマツダとアウディは A ピラーの吹き残しも運転席前の扇形の吹き残しも両方小さくしています。メルセデス・ベンツは助手席前の三角形の吹き残しを出さないように、運転席側と助手席側のワイパーをオーバーラップさせる独特な構造を採用しています。そしてトヨタとレクサスの TNGAK は運転席前の扇形の吹き残しを重視しているようです。これらの結果として、2017年以降に発売された6台のうち2台が日本ワイパーオブザイヤーを受賞していますし、受賞を逃しても上位に入ることが多いです。プラットフォームの設計要件の中にワイパーの吹き残しを小さくしやすい要素が含まれているのかもしれません。 TNGAK で次に発売される車のワイパーがとても楽しみです。続いて2020年に日本ワイパーオブザイヤーを受賞したマツダの新作 CX60 を見てみましょう。 CX60 はマツダ3や MX30 とは基本的な構造が異なります。有力候補として期待されましたが、 A ピラーの吹き残しが大きく惜しくも受賞を逃しました。いかがでしたか ?2020 年の日本ワイパーオブザイヤーの発表は以上です。来年は2023年12月13日水曜日に発表します。どうぞお楽しみに。お付き合いいただき誠にありがとうございます。では、失礼いたします。